東京目黒の皆さん、私がですね、目黒駅で、整体します、その動画をね、たくさん、撮らさせていただきます。今本当にね、こう疲れてる人非常に多くて、まあ疲れすぎで、吐き気をね、もう催したり、まあ目がね、クラクラしてめまいの状態とかね、そういう方で悩んでる方たくさんおられると思うんですけども、まあ揉んだりね、ストレッチをかけたり、体操ヨガをしたりですね、まあ少しは解消されるんでしょうけども、その大きな元の原因をですね、私はもう20年間、研究してきて、この腕の問題、鎖骨の問題、そして、まあ、緊張が疲労を生むんですけども、この緊張がですね、使いすぎの緊張もあるし、今度は体を守るためのね、緊張、この二つの緊張があるということに、気づいて、それを解除する方法をですね、まあ、ずっとずっと研究してきて、やっとこの春で、この春じゃなくて、この夏にですね、その、解除する方法をですね、見つけた。本当にこの感動的なね、まあ出会いだったんですけども、本当にこの守るための緊張というのは本当に、マッサージをしたりですね、ストレッチをかけたり、体操をしたり、まあ電気をかけたり温めたりしてもですね、これは解消方法にはなり、根本原因の解除にはなりません。脳に、この守らなくていいよという信号をね、送り返す、そんな、ちょっと特殊なですね、整体法を考えついてしまいました。そんな形でですね、まあ昔から変わった整体をやっているんですけども、本当にこれ、全部つながってきまして、まあ2種類の緊張を取るね、方法、今まではこの守るための緊張を取るという方向にね、まあ特化してやっていたんですけども、今度は、まあ使いすぎの緊張も当然、そこにリンクして、取る方法をね、見つけてきました。本当にこの面白い整体をですね、ぜひ皆さんに体験していただきたいなと思います。本当に皆さん腕緊張してますからね。それで、令和2年12月7日8日にですね、目黒駅前の、徒歩2分のサロンをお借りしてですね、整体をご披露したいと思っています。ぜひね、興味のある方はですね、私のホームページ、本当にちょっと、こんなので大丈夫っていうようなホームページ、手作りのホームページなんですけども、それホームページ、そして、まあ、ブログだとかね、まあ、YouTube たくさん上げてますので、ぜひね、ご覧いただいて、興味を持っていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。